久保さん、ちょっとメタバースの目にしましょうか。なんか、業界初、日産がメタバース上で審査発表会っていうのはね、久保さんの動画が終わったら、このアベマニュースが流れあったんですけど、すごい時代ですね、これね。うん。まあ、就職先も仮想空間のメタバースになるかもしれないですね、そのうち <laughs>。メタバースの運営みたいなね、メタバースの仮想会社の運営みたいなね。 そ,うそこの仮想会社の接客で仮想空間上で接客するみたいなねよくわかんないっていう <laughs> うんまあやっぱね時代がやっぱちょっと少し昔とやっぱ変わったかなと思います昔はやっぱ本当になんか就職することだけというか何かそこに疑いがないんですよなんかね疑いがなかったですね就職する社会人社会人イコール就職する立派な就職 なんか、なんだろうな。うん。まあ、そんな感じだったんだよね。だから、今はちょっと少し、ね、僕が20年前ですか、就職活動したのは。20、もう20、10、まあまあ、そんぐらいだと思いますけども、まあ、時代は変わりました。時代は変わったんで、まあ、あのー、自分が変わるか変わらないかですね。まあ、これからその仮想空間の世界もどんどん広がってくると思いますし、何が何だかよくわからなくなりますけども、 まあ勉強しましょう。いってらっしゃい。